ベルメオは、スペインバスク州ビスカヤ県のムニシピオ。港に面して立つサンタエウフェミア教会。カスティーリャ王たちが訪れた古い歴史を持つベルメオは、ビスケー湾に面しており、町茶チチコ岬が海へ突き出している。沖合には、イサロ、アカッツといった小島がある。静かな旧市街に面した、美しい港、小さな入り江にある海水浴場で知られる。夏暑く冬温暖な気候のため、 多くの観光客が集まる。ベルメオは、西岸海洋性気候であり、春と晩秋に、多くの降水量がある。年平均最低気温は、摂氏9度であり、年平均最高気温は、摂氏20度である。最高気温記録は45度であり、最低気温記録はマイナス9度である。ベルメオ最古の記録は、ビスカヤ領主、イニゴロペストその妻、戸田によって、 サンフアンデラペニャ修道院へ寄進された1051年に遡る。その後1082年、ベルメオの名は二代目のビスカヤ領主、ロペイニゲスによってサンミジャン修道院へ寄進されたという記録に再登場する。これより前の古い時代に遡る記録はない。しかし、ノアの子孫が洪水から150年後にアマンの港を築いた、または、 ローマ皇帝ウェスパシアヌスの時代に、ローマ人が港を築いたという言い伝えがある。1236年頃には再び、ビスカヤ領主の支配下に置かれ、ログローニョ大管区に含まれていた。1277年に、カスティーリア王アルフォンソ10世が特権を授けた。数代のビスカヤ領主、カスティーリア王たちによって、 サンタ・エウフェミア教会域内のベルメオは特権及び町の地位も得た。その中の一つとして、1476年、フェルナンド2世はベルメオに壁差でビスカイアの称号を与え、都市としたことが挙げられる。しかし、ベルメオより後にできたビルバオの成長、その他の領主領の建設で次第にベルメオは衰退していった。それでもベルメオの名が、他都市と比較しても、 不動のものとなっているのは安定グレシアが設置され投票が行われていたという史実のためである。この自治制度のためにベルメオは司法特権や免税特権を領主や王から与えられていたとされるが、これらの記録は13世紀から絶え間なく発生した大化によって消失してしまった。町は荒れ果て人口が激減した。不運に見舞われながらもベルメオは イベリア半島有数の漁港となり、数世紀にわたって、漁業貿易を制御とする商人たちが、ビルバオ港と競争し続けた。18世紀のベルメオには造船所が築かれ、市外には新たな通りや建物が作られた。大工の工房や商人の事務所、塩漬けを加工工場が他から移ってきて、町の人口は上向きになった。19世紀の半島戦争。 カルリスタ戦争という苦難に見舞われながらも、ベルメオ港から水揚げされる漁獲量の好調査が街の経済を支え続けた。工業化に伴う国内移民が増加した結果、1960年代には人口が急成長した。1990年代には人口が減少し始めたが、2000年以降には再び増加に転じた。ありがとうございます。